母親にはなれない市川團十郎。母が私にしてくれたこと。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが2023年1月31日にブログを更新し、朝ごはんはと題し、團十郎さんは、朝ごはんは食べませんでした、コーヒーと読書の時間にさせていただき、改めて一人静寂を満喫しました。東京好きです。しかし東京にいると絶対に人との関わりが生まれます。とても素敵なことです。しかしたまにはこうやってどなたとも会わずに一人でいること大切だなと、自分の魂の選択になっているように思います。さあ、朝のストレッチ、今朝の本でおのおののお母さんのことについて書かれたもの、母という存在の大きさについて触れていました。私の場合、このページ読みたくないと思い、そこでこの本は止まっていました。いろいろ思うことあるだろう。そうなる自分のことも知っていたので読みたくなかった。しかし今朝は一念発起、読もうと読みました。やはり自分が思っていた通り、二人のことを思いました。そして私の母のことを、私は母に常に感謝しています。いや、感謝という言葉では表せないほどの感情がある。どんなに救われたか、私はこの先も母親にはなれない。しかし私の母が私にしてくれたことは私は覚えている。ですから二人にはそうありたい、改めて思う朝ですと綴った。ブログ読者からは、親を思う気持ちと感謝は大事ですね。父親が真剣に向き合っていることもプラスに働くと思います。二人を見てたら愛情深く、團十郎さんからお母さんと真央さんの母親としての愛情も伝えられてると思いますなどの声が寄せられている。團十郎さんの愛情、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。